このね、工場みたいな感じのね、うん、ねそうですね、最初ですね、そういったミロとかですね、うん、クレーというような、まあ、戦前の抽象画家の人たちで見てはすごいなと思われていて、 それでやっぱり進路っていうんですかね、デザインのね勉強をしようと思って行かれた今でこそすごいファインアートとねデザインってこうすごい厳密に分かれて、デザイナーがアーティストっていうのは違うじゃないですか、でもその頃は一緒にやってたような方が多かったような。そうでしょうね、だからやっぱり美術の方行きたい、行きたいけどもモナアートみたいなのにやりたいというので、グラフィックデザインの方へ行ったわけですよね。でもちろん就職をいうこともありますからね。それに今の終戦の話ね、やっぱりデザイナー、デザインのことをアメリカからやっぱりね、いわゆるレモンド・ローウェイとか、ね、新しい工業デザインとか、そんな世界があるんかとね、はいはい、思ってそんなことを教えてもらったら、今のその自分の日本いうのはもうフルフルでねやっぱ新しいものにこう憧れますやん、はい、ねえ、それでまあデザインをやっていた、そうそう、それで学校行かれてですね、その後卒業されるというか、まあ在学中もそうでしょうけど、作品をですね少しずついろんなところで発表されたり、展覧会に出品をして、そう、はい、モナアートにね、モナアートに出品したんですよね、はいはい、そこで具体の人と出会った、交流というか、ね、彼らも出してましたからね、はい、具体の前は結局吉原二郎さんはそちらの審査員とかですね、オーガナイズをされていたような、うん、そうここはね、原理とかゼロ回とかいうのがありましたからね、はい、それは僕よりもまだだいぶの先輩の、はい、ね、その中で具体の人たちと出会って、うん、その時やっぱり先生の中での印象ってどういう、やっぱりすごいな、うん、一緒にやりたいなということで一緒になられたんだと思うんですけど、最終的にはやっぱり吉原二郎、はい、ですか、はい、うん、それはやっぱりすごいすごい存在でしたよ、みんなが憧れてたし、やっぱり貫禄あったわね。その吉原様も三河を蹴って舞台を作り出したからね。そうですね、新たな芸術をやっぱり戦後を作ろうという意識がすごくあって、人らはもう経営的にはねもう余裕があるからもう問題ないいうので、それでその頃、最初の頃はですね、どういった感じの作品を作られたんですか。まだドンゴロスを使ったりとかね、そういうことではないんじゃないかと思うんですよ、油彩画を。やっぱりね、ドンゴロスを使い出したのはね、はい、もうね、それこそドガーとか、ダリーとか、はい、ダリーじゃないわ、はい、ゴッホ、ゴッホ、はい、ミロ、ね、ミロとか、クレーとか、みんな使ってましたもん、はい、材料ですからね。だから、それでモノマネみたいに自分らも使い出して、それで最初は普通にカンバスに貼って、朝のを使ってみようという。初めてそのモダンアートに出した時もドンゴロスを使ってましたからね。それは普通に画布として平たく貼って絵を描いていたんですか。まあそう、質感がガサガサという感じが出るので、だからそれをこう例えば丸めたりですね、塗ったりするのは、うん、半立体的な感じになるじゃないですか。それで当時もやっぱり平面の絵画から脱却したいということで、例えばオブジェをね貼る人とかなんか いたと思うんですけど、先生はその中では特別に指示体自体をこう、うん、加工しようということは誰かやっていた人っているんですか。いないように思えて。でも試行錯誤みんなやってましたからね。まあ穴を開けたりね、切ったりするその人たちは、例えば島本さんが穴を開けたりですね、フォンタナが切ったりっていうのがあったんですけど、多分これを加工して横にずれたり出っ張ったり曲がったりっていうのはおそらく先生独自のね、やっぱり絵の具と同じ扱いっていうかね、この材料がね、物質が面白くなっていくんですよね、だんだんとね。やっぱり具体っていうのはそういうその物質をですね、どうやって変容させていってやっていくかっていうことなので、多分平面カンバスはあってもそれを物質として見て、絵の具もそういうものってしてみたから、やはりみんなアプローチが違う。そう、で具体の初めの頃はもう、僕はまだ具体入ってない時ですけども、浜でね、はい、
芦屋の俳句やりましたでしょ。あれになってくるともう展覧会ね、面白くって平面なんかやってられないいう感じですね。どんどんやってたんですけどね、はい、だからその世界は僕はあんまりね、まだもっと後 の, 世あの時代ですから、あのまたちょっと違うんですけども、でも具体全体としてはね、はい、やっぱりあのヨーロッパからあの タピエが来て、はい、あの平面の作品をこうたくさん作った方がいいんじゃないかっていう、そうです、ね、あの人はタピエなんていうのは評論家であるけども画商でもあるわけ、はい、だからこれは売れるからとかいうことで絵をたくさん描いてある、そんなみんなを、ほんとこの平面でね、まあ、あのまとめてみようかいうことになってきたんですよね。あ、最初はほとんどやっぱりアクションに主体を置いて、例えば村上三郎さんの紙破りとかですね、白髪さんが泥の中でね動いたり、ね、元永さんは水をですねやっていく、それが元になってますよね、はい、それが大事なことですよね。キャンバスに落ちていったような感じで、あれですよね。まあその中で先生は一貫してやっぱりあの絵をもしくは作品を作っていって、あのそれはやっぱりあの第二世代ということで、やっぱり最初の人たちっていうのは絵を描くよりもそのアクションでねどんどん進んでいった分、そうですね、具体の中でやっぱりあの面白いなというような思ったエピソードっていうのは多分たくさんあるのかもしれないんですが、やっぱりあのこの前聞いた例えば年賀状でさえね、やっぱりあの世界に送るから吉原次郎さんがすごく厳しくそういうのを作ることについての指導をしていた、あの外国へ年賀状を送ろうと、はい、もうとにかく外国ね、もう日本の中ではもう行き詰まりがあるから外国へ発表していこうということで、はい、あの郵送代があのあんまり重くなったら高いんですよ、はいはい、できるだけ、ね、軽いもんで小さいもんでということで、みんなで考えてこいっていうお宿題を出すわけですよね。だみんなこうもうできるだけもう切ってギリギリの大きさとかね、はいはい、富士だけとかね、とにかく、まあ、たとんで小さくするとかね、そういうことを一生懸命みんな考えていろんなアイデアをその時も出されて、で、まあ、開けた時に、まあ、面白がると、はい、いうようなものを作って、あのこう一緒にしてね、みんなまとめたって知れてるわけですよ、はい、開けてみたらいっぱいあったと、それはね、あのあともうだいぶ続きましたよ、何年もお互いに、そうですね、あの物体が解散した後もですね、やっぱり作品として作って知り合いに年賀状を皆さん送られてるの で、 そ, うです、ね、それは変な言い方で今もだから送ってる方は送ってるのかもしれないですよね。それはあのやっぱりそういうですね、レイ・ジョンソンというメールアートの人とあの吉原さんが交流があって、多分ヒントを得てみんなに落とし込みをしたりっていうのがあったのかなと思ってるんですよ ね。展覧会自体はやっぱりあの吉原次郎さんがいたということで、まあまああのすごく大きなですね、高島屋で関西でやったりとか東京でも原会館とか大きなところでやっていって、その時はやっぱりあれですかね、みんなあのテーマか何かがあったり、どれぐらいのものを作るみたいな審査がすごい厳しかったっていうふうにお聞きはしたんですか。厳しかった、それはあのね、あのすごい厳しかったですよ、はい、それはそあんなに厳しいあのグループなんかなかったんじゃないですか。今でもないと思う、はい、ある程度ね長いこと出してたらあの、ね、だんだん地位が上がってくるけども、あかんもあかんということでね、あのだからもういいか悪いかですが、作品だけでも本当に勝負するような、ねえ、はい、日本もだからこうあのこうどんごさんの材料使ってやってましたけども、舞台解散してね、さあ自分でやるのにと思って、あのまあ変えな、もう一回変えなあかんというので、このあの普通の綺麗を見せて、ね、ルームでやる、はい、というようなやり方をちょっとやってみたんですよね、はいはい、それもやっぱりあの現在店とか、はい、国際展とかに出して、そこで入選で賞もらったんですよね。あのグラデーションで綺麗に、あれはそれはまた別に、ずっと後なんですけどね、はいはい、それがミシンでやるね、仕事の始めみたいな、吹き付けでやるっていう風になってきたのが、はい、それから単色また、うん、それを長いことやってまして、はい、また色付けてみようかというのが、はい、この、ね、やり方やったんですけどもね。やはりあの具体が終わっても先生としていろんな新しいものをチャレンジしたり考えて毎日ですねやっていくというスタイルでどんどん
新しいものに挑戦されて、ね、分かりました。一応ですね、あのデザインの仕事をあのプロとしてもやられていて、うん、それと、まあ、サッカー活動というのはですね並行している時期もあったし、うん、デザインを専任でやっている時もあるし、まあ、デザインやめてしまって作家に後でなっているんですけれど、これね、はい、あのデザインの方はね、僕も、まあ、大阪の工芸高校の図案家なんですけどね、はい、先輩にあの早川芳雄とか、デモクラートの人とかね、なんか有名な人よくいるわけですよ、はい、だから憧れるわけよね、どうしても。だからあの卒業してからもよくその人らのアトリエね、みんなでこう訪問してね、はい、もちろん弟子にした人もいるし、はい、なんかあのやっぱりなかなか時代やったんですよ、その時は、はい、うん、でも100号ぐらいまでこれで行く、もっと大きなるとも庭に出てやるんですけどね、やり方しましょうか。でもこれでね、こんな手袋、やっぱりね、もう絵の具だらけになるんですよ。まあ、なってもいいんやけどね、この吹き付けの時はちょっとこう繊細やなんで、ここからこっからこうやって入れてね、こっからこうやって入れるわけですよ。まあもう今、絵は入れて、もうちょっと絵の具、まあ、そうか、あれですよね。で、こうして、こうしてまっすぐ吹き付けるわけですよ。これはちょっと開きにくいですけどもね、こういう風になる。そうするとこうね、猫飼ってるんですよね、うん、猫がね、この中入りたいやつ知らない知らんまに入ってるんですよ、うん、どっから入れないようにしてあるはずなのにね知らんまに入ってる、うん、どっからか入ってるんですよ、もう困る時あるんですよね。でこうしてこうしてやるわけですね。で、あのまあこんな感じですね。でここだけ透明にしてね、透明度を高くしてね、なんか出来上がりを見ないありませんので、ここは見えない、あんまり見えないでしょ。うん、そんな感じですね。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。じゃあ、切れを縫っているところも、ああ、縫う先で縫うのはね、縦で縫うのはこうしてね、これカーブをこれ、ここを縫いたいと思うんですよね、こう縫いたいと思うんやけど、こうやってこう、こうしてね、もうあんまり見えることないね、こうして、こうしてだんだんとこうして切れを立ててこうして縫っていくんですよ、こういうふうに。割り方でもこうしてね、ちょっと立てて、それがね、カーブはどこにあるかな、あの辺全部カーブですよね、ああいう風にカーブの部分が乗れるんですけどね、色が漏れてますでしょ、これちょっとカーブできてきたでしょ、大変だよこれ。一日こんなこと考えてますね。またそれ考えるのが面白いんだけどね。それからその作品の裏というか、あの向こう側っていうのがもうちょっと興味があるんで、あのそういうとへこめたりあのしますんでね。普通のキャンバスだったら、こういうところに芯が入ってますでしょ。それ、ここには入ってないんですよね。こういうやったところは。それは自分で作らない仕方がない。じゃあ枠もご自分で、うん、そうそう作られてるんですね。まあまだそれはそれで、まあ面白いんですけどね。これ吹き付けて、そのこれ結構こんな色になってくるわけですよ。はい、長いことやってると、まあ、これ面白いなぁ、これ作品として面白いですよ、これ見なきたらこれいい色やなぁ言うから、もう作品にしてるんですけどね。今回展覧会でね、展示していただくと、まあ、最大の作品になります。そうですね、はい、ここは4枚の4枚でね、はい、それからこの後ろにこの2枚ぐらいのがあるんですよ、もうつながってるのがあるんですよ、はいはい、ですからこれは
向こうは NG がもうギリギリでしょ、出ないでしょ。